サイオンジさんは家事をしない。が愛された理由松本若菜ストーンズ松村北斗の芝居力、倉田エイマとの信頼関係。岩崎 P が分析、圧倒された。最終はプロデューサーコメント。モデルプレス2024-09-16。女優の松本若菜が主演を埋める t b s 系歌謡ドラマ、サイオンジさんは家事をしない。毎週火曜夜10時からの最終話を前に、プロデューサーの岩崎愛な氏からコメントが到着した。松本若菜主演、サイオンジさんは家事をしない。 本作は、日浦悟氏による同名コミック、講談社ビラブ、連載が原作。徹底して家事をしない主人公、サイオンジさん、松本と、年下の訳ありシングルファーザーくすみ、松村北斗、アンその娘るか、倉田エ馬による風変わりな同居生活を通して、幸せって何家族って何を考えるハートフルラブコメディー。サイオンジさんをはじめとする、義家族や周囲の人々たちが繰り広げる斜め上を行く展開に、ドキドキアンハラハラアンアレレ。 と様々な感情が飛び交った物語もついに最終回を迎える。視聴者から寄せられる温かいメッセージを糧に、キャストやスタッフと共にドラマ作りに向き合ってきた岩崎氏に、心に残っている出来事や最終回に向けた視聴者へのメッセージを聞いた。サイオンジさんは家事をしない。プロデューサーコメント。胸キュンの TBS ヒドラ枠と視点をずらしたサイオンジさんは家事をしない。いよいよ最終回を迎えますが、これまでの放送を振り返っていかがですか この企画を立ち上げた時に、家族って何だろう幸せって何だろうを考えるドラマにしたいと思っていました。結果的に、当初思っていた以上に家族や幸せについて濃密に考えた数ヶ月になりました。ものすごく大きなテーマを掲げたので、やはりそこに切り込んでいくのは本当に難しくて。それでも、私一人ではなく、脚本家チーム、キャスト、スタッフ、そして原作の日浦悟る先生と、全員で一緒に悩んで考えて話し合って、アイディアを出し合って、 と繰り返して一歩一歩進んできたので、最終話までたどり着けたことがとても感慨深いです。制作はもちろん大変ではありますが、全員が一緒にワクワクする方に向かって進んでいる感触があり、大変さを補ってあまりある幸福な時間でした。それはやっぱり、サイオンジさんというパワーのある主人公が教えてくれることがたくさんあったから。私自身も、こうあるべき、という固定概念にとらわれてたなと気づいた瞬間が何度もありました。 そういう意味でも、私にとって本作はとても大事な作品になりました。特に印象深かった反響はありましたか本作では、主人公のサイオンジさんたちが義家族という前例のないことをはじめ、どんどん進んでいく姿が描かれています。要は、誰も見たことがない、家族、愛、幸せを作っていく物語を描こうとしていました。でも、誰も見たことがないということは、理解してもらうのが難しいということでもある。何言ってるの よくわからないと感じる方もたくさんいるかもしれないと思っていたんです。でも、そんな心配をよそに、肯定的に受け止めてくれる方、面白がってくれる方が本当に多かった。皆さんが、サイオンジさんたちと一緒に前例のない形を探して考えてくれていることが伝わってきて、視聴者の皆さんがサイオンジさんやくすみを信頼してくれて、サイオンジさんたちならこの問題を解決してくれそう。何か新しい形を見つけてくれそう、と思ってくれていたんだなと。 そういった反応がとても嬉しかったです。